今日はですね、あの彼らに勝手にアドバイスする動画をアップします。メンタリスト第5形式にですね、ターゲットを絞った方がいいだから、動画の後ろにつける告知もそっちの方にした方がいいと思います。煙突町のプペル、ですね、映画館で公開が終わったらですね次の段階はもうすぐに YouTube で無料公開することだと思いますすこれ絶対やった方がいいです理由はね、3つあります。 オリラジのね、中田くんに続いて、キングコングのですね、西野くんも吉本を辞めちゃいました。まあ、それぞれ行く道は、それぞれの困難があると思いますけども、応援します。頑張ってください。で、今日はですね、あの、彼らに勝手にアドバイスする動画をアップします。え中、ー、田くんや西野くんを応援している人もですね、ぜひ見てほしいと思います。あの、結論だけ最初に言うとですね、まず西野くん、煙突町のプペルですね、映画館で公開が終わったらですね、次の段階はもうすぐに YouTube で無料公開。 することだと思います。えー、これ絶対やった方がいいます。理由はね、三つあります。一つ目、あの、絵本を以前に無料で公開してるじゃないですか。で、その時にお金からの独立っていうふうに言ってるんだから、思想的にこれであの、一貫することになるんですね。で、二つ目、えー、日本アカデミー賞のですね、えー、ノミネートというかですね、まあ、あの、受賞決まったので、おめでとうございます。で、ただですね、あの、アメリカのアカデミー賞のですね、ノミネート作品に残念ながら入れなかったので、あの、狙う位置としてはですね、無冠の帝王、つまり、 大きいタイトルはですね、あの、逃したんだけども、でも実質人気では一番だという、このポジションを狙うのがいいと思います。 で、三つ目、えー、吉本から出たのはですね、あの、やっぱお金儲けのためだったというふうに言われないためにですね、ここで、えー、映画全編をですね、思い切って YouTube で無料公開する。これが一番いいと思います。えー、もうちょっとアップ、あのー、アドバイスあるんですけど、それはあの、来週の月曜日にアップします。えー、次に中田君、あの、オンラインサロンのですね、プログレスというのをやってらっしゃるんですけども、これの人数ですね、今以上に増やさない方がいいと思うんですね。今、すべての動画の、 永田君の動画の後ろにですね、プログレッスンの告知入ってるんですけど、あれですね、まあ別に抑え気味でもいいと思う。で、理由は僕と同じなんですけども、永田君多分ね、あの他人にあんまり興味ないんですよね。で、あの基本的にオンラインサロンに来る人って救済を求めてくるんですよ。助けてください。どうすればいいんですか。で、西野君みたいなカリスマタイプだったら、カリスマタイプというか、まあはっきり言っちゃうと競争タイプですね。だったらそれに応えられるんですけど、永田君は、 あの、教祖ではなくてカリスマだから人々を導いたりですね、個別に指導できないんですよね。それはもうスティーブ・ジョブズが部下を育てられないのと全く同じで。で、え例えばその来るお客さんっていうのはどうしてもオンラインサロン、あの、どうしたら僕は永田さんみたいになれるんですかとか、 この中田さんのプログレスに参加したら、ビジネスのチャンスとか、あとなんか、えー、困ってることへの救いはあるんでしょうかというお客さんが、こう、いっぱい、まあ、来ているんですよね。多分来ていると思うんですよ、僕。あの、でもそういう人って正直、あの、いらないと思うんですよ。い悪い、言い方悪いですけども。あの、シンガポールにですね、えー、中田さんですね、移住するときに仲間とか親戚誘ってないじゃないですか。僕知らないで、今、検討で行ってます。 あの、自分と奥さんと子供だけ連れていくっていうのはですね、その、なんでかっていうと、普通、その、例えばその、そんなにいいんだったら仲間とか誘うんですよね。親戚も誘ったりして一族で行ったりするんですけども、中田さんはそういうタイプではなくて、人間っていうのは個人個人自分で考えて決断すべきであると。で自分でかつ考えて決断して、それで行動するから意味があるんだというふうに、 考えてると思うんですね。だからこの日本型のなんか人情型の親分じゃないと思って、思うんですよね。だからですね、そのカリスマにはなりたいけど、競争にはなりたくないタイプだと思います。もうすごいよくわかります。なので、教育系 YouTuber やってるのもですね、みんなに自分で考えてほしいと思ってるからだと思うんですね。俺が答えを全部教えるではなくて、 こんな考えもある、こんな考えもあると。だから俺はいろんな矛盾する本を紹介してるんだ。自分で考えてほしいと思ってるんだと思うんですよ。だから教育系 y o u t u b e なんですよね。で、オンラインサロンってあの集まってくる人はですね、まあたいこの3000人から5000人ぐらいまでの間、1000人台のうちはですね、そこそこ優秀なんですよ。優秀っていうかですね、その 何かに参加するときに思い切ってお金を払って、で、それに対して世間的にどう思われてるのかも覚悟の上で来るっていう人が集まってくるんですけども、だからその、そういう中田君の意図というのを理解できると思うんですけど、でも、1万人を超えちゃうとですね、その、考え、自分で考えよう、自分で決めよう、それで失敗しても自分自身の責任だではなくて、あの、中田さんに教えてほしいとかですね、なんか答えを欲しい、頼りたいっていう人ばっかりが、 その多くなっていくんですね。これはもう悲しい。だから、あのプログレスのですね上限人数は僕は5000人ぐらいで止めた方がいいと思います。それよりもですね、有料動画のサブスクリプション配信ですね。つまり、あのメンタリスト第5形式にですね、ターゲットを絞った方がいい。だから、動画の後ろにつける告知もそっちの方にした方がいいと思います。 えー、こんばんは、岡田のとじゼミです。<laughs> 冒頭からいろいろ語ってしまいましたけども、えー、今日見てもらうのはですね、2年前に報道された、あの、平成のぶしこぶしの吉村さんが無人島を買うっていうですね、なんかそういうニュースについて解説した動画なんですよね。で、実はですね、2年前の段階ではですね、あの、のぶこぶの吉村くんが、 あの評価経済社会という考え、評価経済と考えではですね、一瞬だけ最先端を走ってたんですよ。もう本当に他のですね、例えばそう、堀江門とかですね、西野君とか中田君とかそういう人たちをぶち切って追い抜いてトップ走ってた時期があったんですね。で、 まあ、そのな事件に関しての,です、ね、あの考察動画です、えー。オンラインサロンビジネスで,です、ね、その中心角にある評価経済というものの考え方、これを気楽に学べる内容になっているのはです、ねえー、2021年2年後の現状と照らし合わせながら見ていただきたいと思います。えー、この動画はです、ね、2019年1月27日に配信した岡田司夫ゼミ第266回をアップグレードして再配信します。動画が終わった後もです、ね、あのちょっと今の話の続きがありますので,です、ね ぜひ最後までご覧になってくださいそれではここから動画スタートです「信ブコ吉村」「無人島を買う」というニュースがですね、えー、ニコニコニュースに出てました、えー、ここに出てるやつですね26日放送「えー、吉村無人島を買う」日本テレビ系で平成信ブシ吉村がガチで1億8000万の無人島を購入し視聴者を驚かせてるというニュースです 僕、これ見てなくて知らなかったんですけども、ニュースによりますと、日本には大小6800以上の島があって、そのうち94%は無人島。それぞれの無人島は国とか自治体とか法人、個人が所有してて、そこから一括払いで購入することが可能。<laughs> 一括払いというのがポイントですね。えー、で、吉村くんはですね、そこで劇場を使ってネタやショーをやるパーティー島、エンターテイメント島にしたいと。 えー、無人島購入の動機を語る加藤浩二ら先輩から学び売れっ子芸人となった現在売れてない後輩芸人の活躍する場を作りたいというのだ。まあニコニコニュースです。えー、18年10月から本格的に始まった、えー、吉村の無人島を探しほぼ手付かずのものからバブル時代に少しだけ開得されたもので様々な無人島を見たんだけども意外に値段が高いと広さが足りないなど条件が合わず 購入は難航していた。しかし日本国内の無人島販売のプロによると6000を超える無人島の中で所有権がはっきりしていて条件に合う島はわずか10棟ほどしかない1個ぐらいしかないそのプロがとっておきの無人島として紹介したのが長崎県の無人島吉村は親友の渡辺直美とともに現地に飛び内覧を進めるとそしたらです、ねまあ、あの島の手前の本土にです、ねえー、100坪を超えるです、ねえー、なんだろ駐車場がありさらにオーナーのご好意で 1000、えー、万円以上もするフィッシングボートもついていると、この無人島です、ね、広さ1330坪、寿司バーもついた44坪の家や船が係留できる桟橋、これ、大きいですね、これも建築済みと至れり尽くせりの無人島になっていたということで、内乱を終えて、あのまあ、なんか買うかどうかなんですけど、ど、まあ、2000万円と、沖縄にあって手付かずの無人島で5億円、少しお手ごろな無人島でも、まあ、2000万円を超える中、 えー、3億円以下なら頑張ると決断と、価格は2億円だったが、オーナーと交渉した結果、10%割引、1億8000万円まで値下げ、これで買いますと即断と、でローンが組めないためにです、ね、すぐには買えない、相談させてほしいと、吉村はオーナーに直談判、オーナーから3年間の猶予をもらい、死ぬ気で頑張ると決意をあらわにしたと、テレビ番組で大きな買い物をする際、やっぱり買わないと尻込みする芸能人が多い中、吉村は購入を決断した、その姿に視聴者から称賛の声が溢れていると。 まあここまでがですねまあニュースなんですけれどもですねあの僕がですねあのこのニュースに注目した理由は何かっていうとですね 実は、これは評価経済に関係してるんですけどもこれまでですね評価経済の最先端走ってたのは日本ではですね堀エモ門とキングコングの西野君なんですねでまあそれに続いてまあオリラジの中ああのヒカキンさんとかですねフォロワー数100万超えの YouTuber も少しそれに遅れて、まあ、評価経済っていうのは走ってると思うんですけどもしかしここでまさかの逆転というふうに僕見えるんですよ。あのね、こののの間まで、たた、だだ芸人さんだったです、ね、信 一気に僕が思うに、ホリエモンとかですね、西の区を抜いて評価経済の最先端に行ってしまったというふうに見えるんですね。で、まあ、ちょっとこれですね、あのー、評価経済というのは何なのかというのは分かんない人もいると思うんで、えー、簡単に説明します、えー。僕がですね、まず、もう10年ぐらい前かな、ホリエモンに教えたのは、えー、社長がお金を出し、あ、違う。これまでの企業というのは社長がお金を出して社員を雇って社員に働いてもらうと。そうじゃなくて、社員がお金を出して、 社長にお金を出して、そして社員が働く、つまり働く権利を社員が買うというシステムで動く会社というのを提案したんですね。で、今のホリエモンのオンラインサロンというのは完全にその仕組みになっているんですよ。ちゃんとその参加費っていうのを毎月毎月払うことでホリエモンの 主催するイベントに参加してホリエモンがやりたいことのスタッフになるというですね社員がお金を払って社長にお金を払って社長のやりたいことをやらせるという仕組みがちゃんとできているんですねで、えー、まあリエモンがオンラインサロンをやった時にですねリエモンにはですね「いや次は多分大学だよ」というふうに言って。 んですけどもホリエモンはですね755という、まあ、LINE みたいなシステムがあったのでそこではですねいや大学はもう絶対僕やらないですっていうふうにその場で言ったんですけどですね、まあ、半年もしないうちにですね堀右大学大学院みたいな名前にオンラインサロンの名前変えたんであっやっと分かったんだなというふうに思いましたでなんであの社会社という仕組みじゃなくて大学にした方がいいと思ったかっていうとあの、ね、トップが責任持たなくてよく,よくなるからなんですね。つまり えー、いくら社員が金を払って社員が働こうとも社長と名乗っている限り社員がやったことに責任を持たなきゃいけないし事業全体の黒字というのかな成功を保証しなきゃいけないとでも大学というふうに言っていると立場が中,中立なので,です、ね、みんなが勝手に学んで学んだことを勝手に生かせばいいというです、ね、ある種の,この無責任性みたいなものが生まれるんですねなので大学にした方がいいよというふうに言って、まあ、今そういうふうになってます現に。 で、えー、次にですねまあもうあの三年ぐらい前かな西野君と親しくなった時にですねもう四年前だ、えー、西野君からですね「あの僕はウォールド・ディズニーを越えたいんです」というふうに言われたんですねでほうほうウォールド・ディズニーを越えたいんですかとで,でその時に次に西野君に教えたのがもうその時に西野君には次のシステムを教えようとしてたんですけども「国家を作れ」っていうふうに教えました、えー、キングコング西野君が考えてたその時に考えて話してたのはですね単独ライブの後例えば あの自分たちの単独ライブをや自分が単独ライブやった後お客さんたちがですね飲み屋に行くとで飲み屋行くんだけどそこで話すの何かとライブの話だと言っちゃえばそのライブっていうのは俺たち芸人あってのなんかこう飲み屋じゃないかと飲み屋じゃないかその飲み屋の売り上げが。 どう考えてもその何分の1かは俺たちのものに違いないっていうふうに言うんですね。もうその通りなんですよ。つまりここで普通の芸人だったら、じゃあ飲み屋をやろうって考えちゃうんですけれども、西野君のクレバーなところはですね、経済圏という考え方をしたんですね。つまり、単独ライブをやるそのライブで、その後行く飲み屋、飲み屋で働く従業員、ライブ会場そのもの、あとライブのチケットを売るチケット屋と、これら全てっていうのは、 中心でライブをやる芸人がいないと存在できないはずだと。じゃあ芸人中心でこれらのシステムをもう一回ゼロから組み直すとどういうふうになるのかっていうのが西野君の考えたことなんですよ。こ面白いと思ってですね。じゃあそれを ウォールド・ディズニーを超えてやるつもりだったらどうするべきかというと独自通貨とあとシンボルになる場所が必要だろうという話をしました、えー、それだけあれば国家が作れるとんでかというとウォールド・ディズニーはです、ね、その死ぬ直前にディズニーランドの次の手としてエプコットという未来都市を考えたんですねそこは従業員とお客さんではなくて都市として作ってその都市の中で研究施設があってその研究を発表することによってその都市の経済圏が回っていくというですね まあ、とんでもないことを考えたんでですね。でも、ウォルト・ディズニー自身が望む条件を考えれれば考えたら真面目に考えたらそれは,都市というよりはミニ国家に近いんですよね。でそれを西野君に話してですねその日本に住みながら別に日本を出て独立しようって話じゃないんですよ日本国に住みながら自分がアイデンティティをおけるですねセカンド国家っていう考えを説明しましたで西野君だったらそのセカンド国家を作れるかもしれないと。 そういうふうに話した後ですね、西野君はなるほどという感じで田舎に土地を借りてです、ね、そこに新しい町を作るというふうに語るようになったとこれはそのセカンド国家という考え方に近いんですね。で さて、えー、3番目の人物オリラジの中田君はです、ね、あの僕から話を聞いたのではなくてです、ねえー、西野君から教わったそれも教わったんではなくてです、ね、彼からです、ね、技を盗んだというです、ね、<laughs> まあ、古典的な弟子に近いようなことをやったんですが技を盗んだと。でこの,西あの中田君の,です、ね、そのビジネスのやり方というのを解説するにはまず西野君がやったひな壇芸人やめます宣言というのを説明しなきゃいけない。あれあの ひな壇芸人やりますとかっていうと西野君に関してなんかすごい悪評立ったんですけど僕めちゃくちゃよく分かるんですねなんで,でかっていうと現在の芸人さんすべてもうそれはさんまであれ明石家さんまであれダウンタウンであれすべて呼ばれたら行くなんですよその仕事の限界というか現状はもちろんそのなんだろうなあのー、明石家さんまとかダウンタウンレベルになると自分から企画を出してスタッフを自分で選んで共演者も自分で選ぶってそういうこともできますでも そういう企画であってもいざ視聴率が悪くなるとあっという間にその番組は打ち切りになってです、ね、次また呼ばれるまで待つつまり番組の企画で自分たちを使ってくれるまで待つという状態になるとでその番組を作る側呼ぶ側というのは芸人に立場を要求例えばお前は、えー、突っ込まれる担当だとかお前はなでなんで騒がす担当だ裏回し担当だというふうに立場を要求すると。 呼ばれた芸人はその求められる立場の中で、個性を出すしかないとで。これね何に似てるのかっていうと「あの少年ジャンプ」とか「少年マガジン」などの編集部のアイデアで漫画を描く漫画家にすごい似てるんですね売れてる芸人ならもちろん自分で番組を企画できますそれは言っちゃえばすごく売れてる漫画家ならば自分の描きたい漫画を「少年マガジン」「ジャンプ」で描くことももちろん可能って意味なんですねところが そのすごく売れてる作家ですらです、ね、雑誌内の人気が低かったりです、ね、雑誌側の事情で勝手に打ち切られたりします。「ドラゴンボール」であんなにどでかいヒットを飛ばした鳥山明ですらその「ドラゴンボール」の後、二2つ目3つ目の作品になってくるとどんどん連載期間が短くなってだんだん編集部の言うことも聞かなきゃいけなくなってというふうになっちゃうわけですからね。 言い方は悪いんですけども漫画家というのはですね、うん、商業漫画家というのはですねうんうそれすごいこれ悪い言い方してますで同じく芸人っていうのはですね同じ言い方をするとですねテレビ局の飼い犬なんですねテレビ番組の飼い犬テレビ局の飼い犬なんですよで西野君のひな壇やめるっていうのはこの飼い犬からの独立宣言なんですよで西野君はですねテレビをですね利用するものであって出演するものではないっていう 全く新ししい定義をしたんですすす。ね。これはすごく面白いで,すで利用すあの、ね、出演するのはやめたんだけど利用するのはやめてないだから自分の都合のいい番組にしか出演しないつまりなんかこう本やイベントの自分の本やイベントのです、ね、宣伝になる場合のみ出演しているわけですね。で自分の売り上げっていうのはです、ね、芸人としてのギャラではなくですねオンラインサロンの売り上げさっき話したオンラインサロンの売り上げつまりファンから直に吸い上げる仕組み。 で,です、ね、稼いでますでおまけにその自分がやりたいイベントとかですね美術館を作りたいとかそういうふうなものはですねオンラインサロンのメンバーが働くつまり昔堀右衛門に教えたですね社員が金を払って社長のために働くというシステムをそのまんまをこう動かしているわけですねこれをですねもう一回漫画家に例えるならばですねテレビ局に呼ばれるのを待っている飼い犬の芸人との差は何かっていうとコミケでですね億単位の売り上げがある作家みたいなものだと思ってください 漫画家でいわゆる雑誌に載せてもらわなきゃいけないだから企画を通すだから連載の企画を出して連載会議で通してもらってっていう漫画家に対してコミケで億単位の売り上げがある作家みたいなものだと思ってください。でえーなん これね、少年ジャンプで例えばですね、連載してもですね、連載4週以内にいい数字出さないと打ち切られるじゃないですか。単行本も出してもらえるかどうかわかんないと。それよりもコミケで同人誌を出して、それを Amazon で Kindle で売ればですね、まあ、100倍確実に設けられる、生きていけるわけですね。で、西野君はですね、あのテレビという場から距離を取ることによって、まあ、成功したと。もちろん、すごく売れてる芸人にはですね、収入ではかなわないと思います。 オンンライサでもそれは「ワンピースと「ワンピースの作家とですねすごく売れてる同人作家を比べるようなもんなんですよ。問題は「ジャンプ」の中堅作家と売れてる同人作家どっちが儲かるのかどっちが確実なのかを比べるときにですねいきなり「ワンピースみたいなものを例に持ってきてもしょうがないわけですね。で、えー、まあまあダウンタウンやさんまさんに比べると西野君はですねもちろん儲かってないと思いますけども普通の芸人よりずっと儲かってます。 えー、ジャンプのですねアニメ化されてない作品の作家よりもコミケのメジャーな作家が儲かっているのと同じと。でもでここでやっとオリラエンタルラジオオリエンタルラジオの中田くんの話になります。オリエンタルラジオの中田くんはですねこのテレビから距離を取るあとファンから時間に金を吸い上げる仕組みという部分を学びました。でしかし全体のこの仕組みなんでこういうのがそんこの 構成されてるるののかって評価経済の仕組みを理解すす前に、走り出しちゃったわけですね。なので幸福洗脳っていうです、ね、ここに幸福洗脳って書いたですね1万円もする T シャツを売り出してですねなんかこう名誉もうそこそこ売れたそうなんですけどいやそれちょっと早いんですよあのまだねファンを囲い込むには早いんですよちゃんと本を出してヒットしてるからうまくいってるんですけども。 本は出して、いわゆる仕組みとかを理解したら、次はですね、中田くんがやるべきは、夢や理想を語るべきなんですね。つまり、堀江門とか西野くんがやったように、夢や理想を語るべきなんですよ。で、次に、その夢や理想、目標を現実化する手段として、例えばオンラインサークルでもいいですし、1枚1枚の T シャツでもいいんです。それそういう商品化とかですね、その現金化っていうのはですね、夢や理想というか、自分が掲げたものを実現する手段として、 と言わないと、その商品単体として見られちゃうんですね。で、あの特にですね。オリラジオの永田君は僕が見てる限りはですね。西野くん型じゃない？つまり西野君っていうのは最終的には自分が目立ちたくて、自分の美術館がやりたくて、自分の考えた作品がやりたい人なんですよ。つまり、俺が俺がタイプの人なんですね。キャラクター型っていうふうに僕は呼んでるんですけど、ね、永田君残念ながらそうじゃないですか。えっ、ー、とね。ホリエモン型なんですよ。 ホリエモン型っていうのは、ホリエモンは自分がやりたいことか、実は大してないんですよ。あの、ロケットやりたいとかですね、その、照り焼きやりたいとか、いろいろ言ってるんですけども、それよりはいろいろやりたい人らをいっぱい集めてきて、で、彼らを組み合わせて、うまいこと、面白いものができるのが楽しみなんですね。だから、プロデューサータイプに割と近い。で、俺らち永田くんはですね、あれだけ本出して、幸福洗脳とかですね、パーフェクトヒューマンとかやってるんですけども、 作家性がそんなにない、実は。だから、西野くんのタイプじゃなくて、実は、あの、堀江ものタイプなんですね。自分に夢があるんじゃなくて、集まった人の夢を叶えるタイプだと思います。だから、ウォルト・ディズニーではなくて、自己啓発に近いはず。だから、幸福洗脳という T シャツも作るんですよ。このあたりね、まだまだ、中田君、勉強足りないです。<laughs> お得意の勉強という言葉で言いますけど。で、さて、ここから、 吉村君の話に戻ります。えー、キングオンの西野君はです、ね、今あの自分の故郷に美術館を作るとか手掛けるものが増えすぎているとや自分のやりたいことをやるんですけどもや,りやることが増えすぎているつまり理想が多すぎる目標が多すぎる状態ですで。ホリエモンは大学を作ったんだけども学ぶのではなくてです、ね、チャンスを生かすということに特化しつつある。つまり そのホリエモン大学って言ってるんだけどその大学側は学ぶものではなくてその中の人脈とかその中にあるビジネスプランっていうのをお互いに乗っかったり面白いねという,うに言い合ったりする作るという割とビジネススクールに近いチャンスを生かすものそういう企画の方が増えてきてると。でここで出てきたのがこの吉村君の「無人島街」なんですよ。あのね、これね ZOZO タウンの前澤社長よりですねこの月旅行よりずっとすごい企画だと思います。予算は まあ、千分の一ぐらいなんですけどもですね。これね、なんでかというと、国土があって理想があるからなんですよ。独立国を作るにあたってですねあ。あと必要なのは独自通貨と国民と輸出産業なんですけども、実はですね、その国民はエンタメの提供者、つまり芸人でいいわけですね。で、輸出産業、これ何かというとですね、変な T シャツとかそんなの作らなくていいんですよ。国籍を売るだけでいいんです。セカンド国家としての国籍ですね。なんでかというと、これあの、 4400坪,坪あってもですね島は狭いんですよだから所詮狭い島なんだからですね島に来なくてもその島プロジェクト理想に参加している漢字その漢字そのものを商品にすると独自通貨っていうのはこの島と周りで使える通貨というのを仮想通貨で作ればいいだけですで通貨は島の中や外で使えるし、まあ、日本円で買うより割安になるように設定すればですね あと仮想ではなくてリアルにコインとか発行してもいいですそしたらお土産に通貨を持ち帰る人もいるし通貨だけ買う人もいるつまり通貨そのものが商品になるわけですねでまあまあ例えばそのんだろうな通貨の単位なんかわははでいいですえっ、ー、とね普通ね仮想通貨を作る場合は自分たちのバリューを上げるために例えば100円を1クレジットとか100円を1スターとか1000円を1ゴールドとかにするんですけども絶対に逆にした方がいいお笑いなんだから。 ええ、一円をですね、百万ワハハぐらいにするんですよ。一万ワハハでもいいです。そしたら、はい500円、五百円という時、はい、五百万ワッハハというです、ね。関西のおばちゃんの、お釣り渡す時のノリができるじゃないですか。そういうふうに先生、ね、使ってる時にですね、なんかこう笑顔が出るような。通貨にしちゃった方が面白いんですね。で。ホリヤモンとか、西野君にですね、その助言した時と同様に。 まあ、吉村君に全然聞かれてないんですけど今回は聞かれてないんですけど助言してみるとしたらです、ね、あの無理にこの島にこれ以上金突っ込んで,です、ね、エンタメとかパーティーの舞台とか家とかそういうです、ね、施設は全然作らなくていいです世界最初の独立国を作った参加してくださいこれだけで大丈夫です。 なんでかというと、バチカン四国の面積っていうのはですね、0.44平方キロです。それに対してですね、吉村君が買う島っていうのはですね、1330坪。つまり、0.0044平方キロなんですね。<laughs> バチカン四国の100分の1。これ、明らかに世界で一番小さいんですよ。で、独立国家の条件っていうのは、実は他の独立国家からの承認があればいいんですよ。で、こんなのもらうのは、 ぶっちゃけ100年後でもいい、まあ、5年後10年後ぐらいの後でもいいんですよ一つずつ一つずつ国連加盟国のすっごいちっちゃい独立国からいやあんたのところ独立国だと思いますよというふうに言ってたらですねイギリスの沿岸のなんか石油採掘施設みたいなところにですね海賊放送局があるんですけどそこも独立国って言ってるんですねそこも同じ手口でですね世界中のいろんなちっちゃい国家から承認もらってたらだんだん独立国っぽくなってきたんですよで同じようなな手でで構わないです。独立国って 真面目に考えたらすごく大変なんですけどお笑い芸人がやるんだから本当にセカンド国家としてのなんちゃって独立国で構わないですね大事なのはですね日本からいずれ独立しますと国民の権利を先行販売しますつまり国籍を先行販売します独立の資金をクラウドファンディングで <laughs> 募集しますとかそういう夢と目標を掲げればもうこれで OK と。 まあ、あの日本を否定せずにです、ね、もう一つの国籍セカンド国家というポジションを、まあ、はっきり打ち出せばネットウヨの皆さんのです、ね、もう刺激せずにです、ね、左翼っぽさもアピールできます、えー、世界中誰でもビザなしで入国できるというふうにア,ああのアピールしてパスポートだけ買ってくださいねと言えばちゃんとあの収入もあります、えー、日本国民の,です、ね、あの国民の三大義務というのは教育労働納税なんですけども吉村国というのを作るとしたらです、ねえー、国民の三大義務は、えー、笑う。 笑笑わわせる、笑われるるれにするのが一番い,い。なんでかっていうと昭和の芸人っていうのは笑わせるんだけど自分は笑わない笑われるなんてもってのほかなんですけども平成以降の芸人の多分あるべき姿っていうのは笑われるっていうふうなことを自分の中のポジションとしてちゃんと置いとくことだと思うんですね。だから、三大義務として笑笑笑う、わ、えー、わせる、笑われるっていう ういいにやれば、まあ、うまくいくんじゃないかと。島を買ったっていうのは堀、ね、エモ門とか西野君織田中田君に対してものすごいアドバンテージだと思いますだからあとこれを活かせばですね多分数年後には総資産1兆円超えっていうのはそんな難しくないゾードタウン前澤超えっていうのはそんなに難しくないはずです。 はい、お疲れでした。無料動画はここまでです。あのー、信子ね、吉村くんの無人島をね、その後あ、ニュースにあんまなってないんですね。な,なんか、去年の1月ぐらいに一回特番があって、で5月6月ぐらいにちょっとニュース報道あったんですけども、 えー、ローンではなくてね、一括現金で買わなきゃダメって言われてるみたいなんですね。で、コロナの現状の中で、まあ、まあ去年のね、あの、正月過ぎあたりからコロナが、新型コロナの話が出てきて、劇場とかのですね、出演回数が増えてるの、吉村君も、あの、まあ、払えろうと、ローンで払おうと思ってたところに、一括購入、現金なきゃダメ。で、おまけに、 なんかそのいつ終わるか分からないコロナ騒動でちょっと収入が分かんなくなってきたというのがあってですねなんかまだ変えてないみたいなんですねそこら辺僕も細かいことは分かりません、えー、コロナでですね状況は変わったんだけどもでもあのコロナだからこそ自分たちの土地を買ってその中でそのなんだろう選ばれた人たちと安心に暮らしたいという人の欲求はやっぱ変わんないと思います強みになると思いますなんでかというとオンラインサロンの第2段階はその私有地 ですね。自分たちの所有地っていうのをちゃんと持った上でのです、ね、王国作りだというふうに僕は思っているからです、えー。西野君がですね美術館を作るために土地を購入したっていうので。 この第2段階のスタートは西野君が今一番早く切ったことになるのかな。あとはまあ、その、最近あの、キャンプで山買ってる人が多いんですけども、そういうのも繋がるのかもわかりません。えー、独自通貨、西野君が始める独自通貨もですね、あのー、ま、だいぶ前に僕はアドバイスした通り始めたみたいだけども、早くね、あれね、物理的な行為にした方がいいと思います。その物理的な行為にした方がいい理由っていうのも、あの、前に話してるので動画を探してみてください。えー、今日はですね、限定はありません。えー 来週のですね、月曜日にですね、ちょっと今日の続編っていうのをアップするのでですね、えー、楽しみにしてください。それではまた明日もですね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。